はい、こんにちは。それでは、電磁気やっていきましょうね。2番うーん、あ、なんでこれ、まあいいやなんかすごい 変なところに2番って書いちゃった。まあいいや、やっていきましょう。まあこういう変竹林な実験装置があってとね、ありますよ。まあ各福祉課ではこういう設定です。はい。で、まず、装置の土台を動かさないように固定して実験を行う。なんか不穏ですね。まず、動かさないように固定する。何？後で固定を外すってか。まあ、それが B なんですけど。まあいいや。で、はじめ、まず、ここが、なんだ？局番があって、はじめはこの局番、この下のやつとくっついてたのね。で、それをぐーって開けていくと。で、上にプラス Q。プラス。で、下にマイナスがあったと言っておりますな。巻き上げ器によって Z イコール H の位置で、放電回路に接続されたところで静止すると言ってますね。極板間の位置が Z の時、極板間の電場の強さと、電位をお求めなさいって言ってますね。はい。2番っていうのがやっぱりこの辺じゃやだ。2番。おや、お、お、2番。ね。A。の、あ、あ、あじゃなくて A。ね。そうですね。電位とか電場を釣りたいって言いますけど、僕はまず電位を求めますね、まず。だって、ここ、まずプラス Q ってあるんだぜ。ね、プラス Q ってあって、多分というか、問題には、なんだ、投磁率だっけ、誘電率だ、ごめんなさい、誘電率とか、ね、あと、なんだ、この、ここの距離が Z だって言ってるでしょ。で、しかも、極板面積が、ね、ラージ A って言ってますから、電気容量がまずわかりますね。いい？極板間の電気容量、極板の電気容量でいいかな。電気容量。ね、だんだん、こいつによって電気容量っていうのは、ここのね、あの長さで、違ってきますから、まあ、Z の関数ってことで CZ っておきましょうか。ね、は、CZ イコールエプシロンの、Z 分の A となりますね。はい。となる。で、今回、また今回はこの電荷 Q ね、 Q っていうのが、まあ、こうやって表せますよね。で、この Z っていうのが、まず知りたい電位です。で、極板間の電位がこれですね。ですか？なので、V っていうのは CZ 分の Q。ですから CZ これね、入れてあげてください。すると、エプシロン OA 分の QZ となりますね。ですか？はい。さらに、もっと知りたいのが E って言いますね。電場の大きさですね。これと V の関係っていうのは、こういう関係でしたね。いいかな？うん。電気的な位置の、電気的な位置エネルギー。そして、この E っていうのはその電気的な位置エネルギーの傾きですよね。はい。だから、D っていうのは今回はこの極板間距離の Z に相当するわけですね。はい。なのでエプシロン OA 分の Q である。よいかな。はい。という問題でしたね。で、 B で、極板間の位置が Z の時のコンデンサに蓄えられる、静電エネルギーはいくらでしょうかって言ってますね。
まあ、大体静電エネルギーも Z に、まあ、関係するんでしょう、ね、Z の関数として表されるでしょう。ということで2分の 1QV ね、入れてあげてください。すると Q っていうのは普通に与えられてるし、 V っていうのはここで求めたね。あと 2ね、2イプシロン A 分のか、2イプシロン A 分の Q2 乗 Z ですよね。はい、となりますとね。次よいしょ。で、上局番が一定の速度で上昇している時の糸の張力を求めなさいですね。まあ、一定で運動してる、一定の速度で運動してるって言ってるわけですから、この上局番に、かかる力は、釣り合ってると考えていいでしょう。6番間に上局番にかかる力は、上局番にかかる力はガタガタ言うね、釣り合っているので釣り合っていますね。まあ帰ってみましょうか。で、局番にも質量ってやつがありましたな。質量があった、もうこれだけでいいですね。でプラスがあって、まあ今省略しますが、ここに、まあ、下にはマイナスがあるという感じですね。それとまず重力がかかりますね。ね、重力がかかりますと。重力かかりますね。mg でいいんだっけね、mg でプラスとマイナスがかかってますから、静電気力ってやつがかかりますね。静電気力ね、 F にしましょうかね。 F はかかりますよとね。で、接触していますから張力が上方向にかかりますとね。張力 T ね、まあこれが引っ張る力なんでしょうね。どういう言い回しだった、うん、いつもの張力ね、 T ね、よって、この式が成り立ちますね。T イコール mg たす f が成り立ちますと。じゃあ誰も気になるこの f って何だって話なんですが、やったことあるんじゃないかな。この f ってこっからできますよね。この uz ってこの z によって変わりますよね。この値っていうのは、まさにこれが力に相当しますよね。ここに書こうかな。ここの値っていうのは力 F で、Z だけ、持ち上げたときに、この力がした仕事に相当しますよね。そいつが Z だけ引き伸ばされた、だから静電エネルギーもこんだけ増えた、ああみたいな言い方ですよね。やったことあるんじゃないので、知ってる人はこれを、あ、仕事じゃなかった、仕事がこれなの、これなのね。うん、うん、だからここを書くものは間違っていて、これがここのことであって、その力っていうのがここに相当するね、かな。はい、なので mg のプラス、2イプシロン OA分の Q2 乗と表せますね。まあ、知ってる人は知ってるんです。極板間引力、
が2分の 1EQ というのは知ってる人は知ってるんですね。はい。という問題でした。はい。そして、D。なんだ？上黒板が Z イコール H に達して上昇が止まると同時に上黒板は接点2を通して放電回路に接続される。まあ放電するわけですね。そしてしばらくするとコンデンサーが完全に放電された。ね。この放電によって発生するジュール熱はいくらですかって話ですね。まあそれは、ね。これは静電エネルギーがね、こいつで消費されたからでしょ。いいんだよな。静電エネルギーが ジュール熱として使われた。まあエネルギー保存速度という感じですね。はい。なので言うなればこういう式ですよね。 J っていうのがジュール熱ね。 UH っていうのがこの UZ の UZ の Z に H を入れたやつね。よりなのでいいかな。なので2εOA 分の Q2 乗 H イコール J みたいな形になりますね。はい。よいしょ。よし。っていう感じですね。うん。まあ、ここまでは大丈夫でしょう。うん。この辺ちょっと回りくどい言い方をしましたが、これを知ってるぜっていう人は、まあ、おそらくペペペって解けたと思います。いいですか？はい。それでは、次の動画に行きましょう。